エンディアン。エンディアンは、複数のバイトなどを並べる順序の種類である。一般的な用語による表現では、バイトをだ、ないし、それを一部訳して日本語では、バイト順とも言う。英語の、という単語自体には、もともとは、配置方式、並び順といった意味はなかった、語源を参照。日本では総称として、エンディアンと呼ぶことが多いが、英語で、 それに相当する語はエンディアンネスである。例えば、16進法で表現すると 1234ABCD という1ワードが4バイトのデータをバイトごとに上位側から 1234ABCD のように並べる順序はビッグエンディアン、下位側から CDAB3412 のように並べる順序はリトルエンディアンである。その他に 3412CDAB あるいは ABCD1234 のように並べる方式もあり、ミドルエンディアンなどという。またこのミドルエンディアンの2つのうちの前者は DEC の PDP-11 で使われていたことから PDP エンディアンなどとも呼ばれる。ミドルエンディアンは後付けの拡張などが理由で現れるが、実例はそんなに多くはない。一般にエンディアンといえば、 バイト、オクテットのそれを指していることが多いが、任意の長さのワードに対して考えることもでき、ビットに対しても言える。ただし、ビットに関しては、ビッグ、リートルの順序に混乱がある場合があるようであり、MSB ファースト、LSB ファーストのような表現を使った方が安全ではある。ビッグエンディアンはメモリ内にそのように並べた場合に、一般的なバイト単位で出力する。 ダンプリストやメモリ内の通常の文字列の場合と同様にして出力すると人間が普段慣れている記法と同じ順序になるので分かりやすいという利点がある。一方、リトルエンディアンは例えばバイトごとの並びを256進法であるとしてみた場合にアドレスプラス0にあるのが256の桁、アドレスプラス1にあるのが256の桁といったように 数値の表現法と対応しているという整合性がある。また、データの送受信などにおける順番では、多倍調加算などで再開から順番に計算した方が繰り上げりの計算がしやすいことなどとも相性が良い。なお、ネットワーク機器などでアドレスの上位で送り先の大まかな識別ができる場合など、キャリアグレードルータ等ではデータを受信しながら処理を始めてしまうといったものもあり。 そういった場合は、ビッグエンディアンに利がある。IBM のメインフレーム、および互換機、モトローラの MC68000、および後継、3マイクロシステムズのスパーク等は、ビッグエンディアンを採用し、DEC の VAX、インテルの X86 等は、リトルエンディアンを採用している。ARM ア,アーキテクチャ、パワー PC など、エンディアンを切り替えられる、バイエンディアン。 ビエンディアンのプロセッサも存在する。言語処理系などの仮想マシンの類では、プラットフォームに応じ使い分ける設計のものもあれば、片方に寄せる設計のものもある。例えば、Java 仮想マシンはプラットフォームを問わずビッグエンディアンである。エンディアンの相違は、単一あるいは同種のシステムに閉じた運用をする限りでは通常は問題にならない。 それ以上のことをする場合の問題が起こりやすい例を示す。TCPIP プロトコルスタックではビッグエンディアンに統一しており、それをネットワークバイト王だという。この分野ではそれに対し各コンピュータのエンディアンをホストバイト王という。画像や音声などのバイナリファイルにおいても互換性を確保するためエンディアンが規定されている例が多い、多いのではなく、 決まってなければ、双方運用性が欠如した不備である。ただし、それを分かってないように思われる例は、非常に多い。ユニコードにおいても、構成要素が多バイトとなるエンコーディング、主に UTF-16 では、エンディアンが問題となる。そのため、バイト順マーク、略語、ボムと呼ばれる特殊なコード、UFF が予約されており、データの先頭に、これを付与することで、 データを受け取る側がエンディアンを判別できるようになっている。ボムがない場合にはビッグエンディアンだと決められている UTF-16。ただし複合側が以上のルールでエンディアンを判別する競技の UTF-16 とは別にエンディアンを事前に一方に決定している UTF-16B と UTF-16LE が存在する。 Windows 上の文書におけるユニコードテキストはボムがない場合 UTF-16LE リトルエンディアンである32ビットの場合でより詳細に示すすべての例は 00B0C0D という値をメモリに格納した場合を示している例では最上位バイト MSB は00となりメモリ上では一番低いアドレスに保存され 次のバイト 0B は続いて格納される。これは16芯で左から右に読むのに似ている。最上位に 00B が保存され、続いて 00D が保存される。最下位バイト、LSB は 0D で、そのアドレスは一番低い。他のバイトはアドレス増加に追従する。16ビットで格納されている。最下位の値は 0C、0D で続いて 00B が入る。 さらに、ミドルエンディアンまたは、ミックスドエンディアンと総称的に呼ばれることもある。さらに、込み入った、バイトオーダーもある。こういった、変なものを扱うときは、どのような組み合わせなのか具体例での注意深い、確認が欠かせない。著名な例としては、PDP-11 における32ビットワードの扱い方がある。PD、p d p 十一では、例 X、例 A、例 B、例 C、例 D が、 最上位バイトから 0b0a0d0c という順に格納される。つまり上位ハーフワード16ビットと下位ハーフワードとしてはビッグエンディアンで格納される。各ハーフワード内の上位階の各オクテットはリトルエンディアンで格納される。PDP エンディアンという別名がある。ARM ア,アーキテクチャは十二ビットワードを十二ビットワードから二バイトに格納した場合、 このエンディアンを生成することができる。他に変なものとしては、MIPS のエルフファイル中に64ビットワードを上位32ビットはビッグエンディアン、下位32ビットはリトルエンディアンで格納するというフィールドがある。C 言語では共用体を使ってエンディアンを確かめることができる。ただし、標準規格では処理系定義とされている動作に依存している。 三十二ビット時ビッグエンディアンでの出力結果三十二ビット時リトルエンディアンでの出力結果となる。ビッグエンディアンとリトルエンディアンという語は、ジョナサン・スウィフトの風刺小説、ガリバー旅行記の中のエピソードに由来する。ガリバー旅行記の第一部、小人国では、卵を丸い方、大きい方の橋、ビッグエンドから割る人々、と尖った方、小さい方の橋、リトルエンドから割る人々、 との対立が描かれている。この後計3機に転用したのはで、1980年のペーパーオンホーリーウォーズ &A プリー・フォーピースで広く知られるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。